下笠巨。下笠井は、高松市北西部にある一地区で、高松市役所下笠巨出張所の管内。中山町、上松町、行島町、上有川、久保町、樽水町の5町からなる。かつては、全域が、香川郡下笠巨村、下笠井村として存在し、1956年、昭和31年9月30日に、高松市に編入された。 地区は、高松市北西部に位置し、境出市、大土島を介して、岡山県玉野市と境界を接する地区である。人口は2010年時点で6271人、男3021人、女3250人、世帯数は2506世帯であり、2010年までの10年間でおよそ10%減少している。 面積は1 8 9 2トルと高松市の地区中最大であるが、産地が多くか十字面積が狭いため人口密度は、1平方キロメートルあり326.85人と、高松市の平均1140.03人を大きく下回っている。北側を瀬戸内海に面し、すぐ内陸方面には、春堅名護式台が迫る。高松平野とは、 地形的に一線を隠し、平地が少なく面積の多くが山地で占められている。西側は、香川県道16号高松大越坂井出線や、さぬき浜街道の一部である、香川県道161号高松坂井出線を通ることによって、坂井出市へと抜けることができる。中山町、上松町、幾島町、上有川、久保町、樽見町、 高松市編入以前は、下笠漁村を参照、もともと、香川郡下笠西村であった、この地区は1890年、明治23年2月15日の町村制施行時に、単独で町村制を施行したため、村内に合併後の町名に引き継がれる大技が存在しなかった。このため1956年、昭和31年に、 高松市と合併した際にはそのさらに回区分の小技を長名としている。高松市の平均と比較して、第三次産業従事者の割合が大幅に低く、マイナス10.4%、第一次産業、プラス6.7%及び、第二次産業従事者、プラス3.7%の割合が高くなっている。平地には五式台の産地を縫うように田が広がり、 五色台の山肌には、みかん畑が多く広がっている。地区内には、平地が少ないため田んぼの広がりは、限定的であるが、特に、高松市で最大の栽培面積を有する果樹の、温州みかんについては、地区内に多く広がる五色台の社名を利用して、栽培が行われ、近隣の木梨、高材地区と並んで、市内の一大栽培地となっている。 地区内に大規模な第二次産業を集中地帯はないが、中小の工場が点在している。メインストリートの県道16号高松大越、境出線沿いには、古くから続く、個人商店が残っているほか、近隣の高在地区には、イオンモール高松が位置している。地区内の小学校は、私立下笠小学校が存在し、中学校は、私立下笠ゲ中学校が存在する。 地区内に存在する公立小中学校は、その一校ずつであるため、校区などは小学校から中学校への持ち上がり取る。その校区は、下笠巨地区の全域のほか、東隣に隣接する高材地区の厚生北町の一部も校区としている。養護施設については、私立のものは存在しないが、公立のものについては単一の地区としては、市内で、 唯一私立保育所所が3所設けられている。この地区は1956年、昭和31年以降高松市の一部であるため、地区単独での自治権は持たない。この地区の行政サービスの中心としては、高松重家カサ出張所があり、各種住民サービスに対応している。またそこは、公民館も兼ねていて、下笠カコミュニティセンターとして、地域交流、 生涯学習の中心となっている。地区の動脈となる主要道路は、県道16号高松大越境出線であり、高松市中心部とを結んでいるほか、古式台の大崎の花を経由して、境出市とも結ばれている重要道路である。ただし、この県道の本線は、集落の中を通る旧道ということもあり、対面2車線、一部1車線道路で、大崎の花前後では、 線形も良くない。そのバイパスが、さぬき浜街道、県道十六号高松大越境で1 0バイパス、高松境で有料道路であり、五式材を長大トンネルでバイパスする構造になっており、有料道路であったが、二千十一年三月二十七日に無料開放された。トンネル部分は対面に車線道路となっている。この道路が無料開放されたことにより、交通量が 飛躍的に増加し、県道16号のバイパスとしての機能が一層高まった。五色台を要する当地区の特性上、五色台の登山道路もいくつか存在する。その中で自動車通行可能な幹線道路としては、県道180号鴨川停車場五色台線が存在し、山上の五色台スカイライン、県道281号五色台線に接続しているほか、 ご式台を越えて、境出川に降りることもできる。また、この道路は高台を通る佐野浜街道と、下笠崎地区中心部の連絡道路の役も果たしており、高松方面からは、料金所直前までは、高松坂井で有料道路を通り、有料道路内ではあるが、料金所直前で流出できるため事実上の無料区間、この県道を経由して、 香川県総合運動公園前に抜けることができる。また、281号五色大線は当地区と、境出市の境を縫うように走っているが、五色大三条を走るスカイラインであるという、性格上、地区内の生活道路との接続性は、ほとんどない。地区内を通る鉄道は存在せず、地区外にも、最寄りとなる。鉄道駅は存在しない。 高西地区と源田地区の境には JR 高西駅が存在するが直線距離でも 4.2km 離れているなど最寄り駅としての性格は薄い。地区内を通るバス路線はことバス下笠巨線とことバス大越こし線が存在する。また、同地区に鉄道は存在しない。当線は郊地区垂水町の譲り輪を終点とし、地区内では全線が 県道16号高松大越境出線を路線としている。また、下加瀬巨線には3系統があり、うち2系統は高松駅発で、残りの1系統はイオン高松東天発である。さらに、高松駅発の2系統はそれぞれ昭和町経由便と宮脇町経由便に分かれている。大越線については、もともと琴平三宮電鉄は、 坂井出線を同地区を経由して、高松五番町へ至る路線を計画しており、その先行線として、坂井出から大越に至るバス路線を運行していた。あとに、大、越譲るまでの路線を、下笠巨線から引き継ぎ運行している。高松市周辺では、基本的に高松市東部の前田山にある高松局を受信するが、同地区は地形的に奥まった場所に位置するため、 高松局を受診すると山などが障害となるため良好な受診は困難である。そのため当たり地区では多くの世帯が障害物のない海を越えた岡山局を受診する。地区内にある古式街には県域局 FM 局 NHKFMFM 香川が送信書を設けている。県外派、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。